西部地区見事1位に輝いたお店に今からこの賞状を渡しに行きますよ。見事選ばれたのがこちらのお店ですよ。こんにちは。はい、はい、こんにちは。こんにちは。SBS テレビの底知りです。ご主人、こんにちは。いらっしゃいませ。突然すみません。SBS テレビ、ちょっとご主人こちら来ていただいてもいいですか。ご主人、実はですね、はい、アットエース、キングオブ週末ランチ、見事西部地区1位になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがですか？何とも言えてません。もう嬉しくて。どうですか？こちらが西部地区1位に輝いたランチです。いやー、本当に色とりどりのコース料理で、見ているだけでもワクワクしてくるランチですね。 ありがとうございます。新玉ねぎの、まあ、ムースからどうぞ。ムース、あ、こちらですか。はい、あ、すごい。篠原さんになります。玉ねぎのムースって、ね、あまり私初めて食べますけども、あ、ふわふわだ。いただきます。うん、あ、甘い。玉ねぎの食感もちょっとだけ残っていて美味しいです。はいはい、ありがとうございます。ちょっとバターの味も結構しっかりして、コクもありますね。はい、もうコンソメも入ってます。あ、すごい。後からすごくしっかりと味が伝わってきます。はい、続いてはこちらお肉ですよね。はい、小西さん の豚ヒレになります。小西さん、はい、こちらも地元のお肉、はい、ソースもたっぷりしっかりつけて。いただきます。うん、あ、表面が香ばしくて美味しいですよ。ありがとうございます。うん、ソースもすっごく濃厚で、うん、すっごく美味しいです。その地元の食材にこだわる理由っていうのもあるんですか。他の県外に負けない食材がすごくたくさんありますから、それを一品でも使いたいと思いまして。地元の食材はお料理によく合いますか。はい、盛り立ててくれます。ご主人のお料理を。健常者と障害者が同じテーブルで美味しいものを、ま、食べていただきたいという、うん、それで美味しいものは必ず幸せにしてくれると思います。